コラボス関西百名山。バウバウ。はい、こっちから来ました、ダムのところにお手洗いがあります、ちょっとダムを見てきます。あそこが迷い岳の時に登った山のあたりです。ハチスダム、ここです。白の山です。まあ綺麗やけどね、青空とね。えらい狭い道になってきました。はい、登山口まであと 1.2 キロの表示を過ぎたところです。時刻は6時44分になっております。駐車場、うん、これが第二駐車場や。もっと上にある。うん、もっと上にある。あかんかったっこにも、ね、そうそう、これ第二駐車場、宮の谷渓谷。はい、登山口から800メーターほどのところです。はい、こっちの道から上がってきました、ここに車を止めました。ここが登山口です。おはようございます。皆さん、時刻は6時53分になっております、3月15日日曜日です。今日はここじゃん、宮の谷渓谷登山道、ここですね、現在やってきております。はい、第一駐車場7台ほど止めるんですが、我々お嬢さん号1台となっております、はいはい、つまり今日は我々だけですね、今この山に入山するのは、はい、コースはですね、こう行きまして、こうだ、ここ一番幕の危ないそうなんで、ここ注意ポイントですね。滑落死亡事故多発箇所、はい、で、この辺もトラバースがかなり危ないそうです。で、池小屋山からこう周回してこっちに戻ってくるというプランであります、はい、はい。それではちょっと気を引き締めていきたいと思います、はい、どうですか意気込みは。頑張ります。頑張りましょう。すべてよ。よっしゃ、行きましょう、はい、えいえ、おアミは滑ると。犬飛びは。いきなり。はい、この犬飛び岩を越えて、これ右ですね、下じゃなくてこっちです。こんなんばっかりだそうすごいな。おお。いや、
すごい。滝だらけです。でもどれも結構立派。この赤い階段との緑と赤が綺麗。苔だらけ。つまりその分滑りやすいってことなんで、足元は十分気をつけましょう。ここに赤い橋がありますが、どこから行くのか迷ってます。石畳があるから。そうやな、石畳に沿ってきたけど。はい、戻ります。この石畳からこっちに行くのが正解っぽいってやつですね。はい、ここやね。あ、もしくはこの手を通って、あ、どっちでも。おお、すごいな。蛇滝です。時刻は7時24分、30分ほどで到着しました。蛇滝です。岩がすごい。すごいな。人間が凍らせてもらってるって感じのする。どうぞ。どうぞ。どうぞ。苔の美術館です。いやー、ジブリの森。あ、なんか曲がってるようにも見える。ドック曲がり両部位は。確かに両部位は。すごい見応えのあるコースです。こんな岩にブラケット打ち込んだりするのも一大事業やったんじゃないかなと思われます。もうすごい趣あるよこれ。水がきれい。時刻は7時44分です、はい、出発してから51分ほどで休憩所に到着しました。おお、なんかチェックしてみる。ちゃんとベンチとかあって、天候崩れた時はここで休めそうですね。大雨とか降ってきたらあそこら辺滑るんで、はい、ここで。これはね、山に登りに来たのを忘れるね。本当美しいわ。46分、はい、休憩所を渡ってすぐのところにここに慰霊碑があります、はい、53分経過です。これを右に取ります、はい、ここから高滝までは20分だそうです、はい、山に登りに来たのを忘れるぐらい美しい景色。
まやな。あの辺に巻いていくよ。あ、この大きな滝が。これは何段にもなっててすごいよ。うん、おそらくこうだ。あの辺に。お前。これを渡るらしいです。渡るの？どんな？あ、ここで流れよ。飛んだらあかんで、危ないから。もう。そっちは行ける。この岩でも登られへんで。うん。脱ぎました。もうこれはね、無理ですよ、私は。うん。足がちぎれるかと思うぐらい冷たかったです。ちぎれるの思ったね。あ、よう水から出るとちょっとね、命の危険を感じる冷たかったね。登山者の皆さんね、これより先は自然道のまま未整備となっており、滑落落石などの危険があります。特に高滝の高滝の上を通るルートについては滑落による死亡事故が多発しています。十分注意してください。はい。本格的な池越山の登山になります。あそこを靴を脱いで渡ってきました。すごかった。すごいな。ここ水がもっと見えてる。わからないぜ。ほんまや。すごすぎるね。もうすごすぎるね、ほんま。息が詰まるね、この美しさ。よし、登ってるやん。登ったり下ったりして巻くらしいです。めっちゃ古い砂浜ついてるから、はい、あんまり感じすぎないよ。おー、危ない。こう滝なんですが、ここ、こっち、ここに道あんねん、ここ。つい直としてしまったんですが、このこう滝。違うんですよ、ずっとこっちに道がついてるんで、これをつづら折れてこなあかんかったみたいです。もうなんか直としてしまってますが、これは間違いです。あのでかい石が落ちるんで、本来のルートはこれをつづら折れに。ここが、高滝です。登ってきて、でテープがここと奥に見えてるんですが、奥を直としてはいけません。これを右に行くとここにテープがあるんで、まずは上がってきたら右に巻くのが正解。とにかく直とは岩がいっぱい落ちるんで、後続の人に当てる可能性があるので、ひたすらちゃんとルートを探しましょう。でこういったら、ここに古いテープがあるんで、こっちこっち、この左側を襲いながら行ったら、トラロープが張ってあるんで、古いながらもちゃんと踏み跡があるんで、踏み跡に注意ずに行きましょう。あ、出て、石来た。
はい、大丈夫。高滝から先はいきなり全土棚なんです。ロープ持ったらね。はい、これ落ちたらえらい滑っていくで。巻いていきました。はい、ここを渡ってこの先は、はい、ここを横断してきて、上にもロープがありますが、そこは使わずまっすぐ来て、登山道のテープがあります。そうするとこれを一辺下って、そうするとこの先にお地蔵さんがあります。はい、お地蔵さんに行くまでが一番ちょっと気合がいる。はい。ここは滑り落ちたら怖いよ。はい。こんな感じで下っていきます。滝です。滝のだいぶ上の方に出てきました。ここは私的にはなんかカニの横ばいよりも結構緊張しました。足場が枯れ草で結構滑るんで。しっかり山側に体重をキープしながら。このお地蔵さんまで来るとちょっとだけ一安心ですね。はい、でこう滝を見ながらここに和尚さんとロープと、テープがあります。これが進行方向。ここは割と岩場が足かかりやすいんでしっかり登ってこれました、しっかり登ってこれました。で、こっちに右に行けそうちゃいそうなんですけど、ここは登り切ったら左です。左が正解。ここを登り切ってこう来て、そうするとここにテープがあるんで登り切ったら左です。古いながらも割としっかりテープがしてあるんで、テープを先々の目を利かせながらテープを探しながら行く方が正解。あの下に見えてるわ。下に、え、下に見えてるで、ほらあの下ピンクのテープ、ここ降りるのが正解やね。降りるの、なんでどこでも行けちゃいそうなんですけど、先々のテープを見ながら行くのがいいと思います。あるやろその先に。割れた脱いできやもう飛んだらあかんで、絶対もうハマる覚悟でいかない。脱いでいいですか。お、脱いで。
結構ルートを見つけるのは難しい道です。踏み跡がないからこの岩場やから次のテープを見つけてから一歩踏み跡。はい、また川渡りです。どうもちょっと水水量が多いんですかね。多いやろな、昨日雨降ったやろし。でもここはね、行けそうだけど。ああ、せやな。ああ、塗ります。はい。ああ、ああ、ああ、大丈夫か。気がないか。あ、和尚さん、どうも。大丈夫ですか。はい、一応足が冷たいですけど。ああ、そうやね、足冷たいけど大丈夫です。はい、では気を取り直していってみます。はい、9時18分、次の滝が見えてきました。これが猫滝でしょうか。えらい直堤な。ああ、はい、直堤を登ってきたところでまた道が不明瞭になってきました。よいしょ。ある、この下から登ってきました。で、こっちに行くとロープはあるんですけど、その先の道がちょっとわからなくなってきたので、近づくはずやわ。猫滝に近づかなあかんから、登り切ったところは左やね。はい、登り切ったところは左。あ、ここにモルにあるわ。向こうに古いテープ引きずられないよ。そうや、ここの風景覚えてるわ。ここは右に行くってやつや。はいはいはい。今はこれ庭石のように行くよ。ああ、ここを渡ってきました。そしてどっちに行きましょうか。ここにテープがあるけどね、こっちかな。奥の出会いを正面に見て左側の沢沿いやで、ね。あ、こっちやな、ほんなら。あ、ここで川が2つ合流してんねんな。はい、この他の人の山の子で、はいはい、はい、これがあったら奥の出会いらしいわ。ああ、奥の出会いね。これを正面に見て左側の沢沿いって言ってるんで、これを乗り越えて、はい、二つ川がここで合流してる地点です。こっちとこっちと、それを左側渡って左側に行きます。テープがありました。はい、みんなでテープを探せ作戦です。こっちから来て、こうです。はい、奥に取り付きです、これ。はい。この川を渡る。こういうことやな。ちょっと、OK、白いものが増えてきました。
やっとちょっと登山道が分かりやすくなったゾーンに入ってきました。尾根筋に入りました。こうなってくるとあとはこういう感じです。あの先にずっと続いているのが見えます。やっと頂上を目指せるような感じになってきました。ああしんど、だいぶ雪の量が増えてきました。積雪量が増えてきました。こんな感じです。やっほーもうあのツルツルのタイプのあのいてついてる感じじゃないんで、新雪タイプなんで歩きやすいですね。今日はラッキーです。もうちょっとかな、ちょっぴり無表。山頂はもうすぐだと思われますが、ここもかなり急登です。雪はかなり疲れます。関西百名山第59弾、池小屋山到着しました。やったー。この素晴らしい景色。いやー、やりました。しんど、疲れた。これはね、神経すり減ったね。いやー、すごい。樹氷だらけ。樹氷だらけ。食べるか。はい。はい、この辺で。大丈夫。もう一回だ、はい、もう一回、はい、よし、やりました。よし、OK。はい、ランチ風景です。ちょっと遠いけど、みんなカップラーメンを持ってきました。昼食休憩を終えまして時刻は11時22分となっております。まもなく4時間半が経過です。今から下山を開始したいと思います。登ってきたのはこちら側から登ってきて三角点踏んで、突き当たりを右に降りるような形になります。この木特徴的ですね。こっち行け言うてるみたいな感じのこの木に従って、そこにテープが見えてます。それでは行ってみたいと思います。はい、はい、慎重にね、忘れもなし。かなり寒いです。ゆうちゃん楽しそう。テープを見ながら進まないとどこにでも降りていけそうなので迷いそうです。慎重に慎重に。ちょっとずつテープを見ながら。すごい雪やな。やっぱり遠くから見えとったのこの山やったよね。おお。熊代家の山。おお、
池小屋山。あれ、血が迷いだけ。素晴らしい、これ素晴らしいわ。うわ、めっちゃすごい。なんて読むんだったこれ。霜降り山ちゃん。霜降り山。霜降り山何気ちゃうんかこれ。池小屋山よりすごい景色。え、ここ1360m もあんの？池小屋山より高いん？今ね、1383になってる私の時計。これ素晴らしいね。多分あそこやで、迷いだけ。あ、そう。うん。これまっすぐ行くと明神平の方に行くみたいです。我々はまっすぐじゃなくて拳平の方に降りていきます。はい、おそらくこの尾根筋をあるんか、このとこ道。こっち登ってくるとき見えとったやろ、ずっと尾根が。おお、素敵なやつ。テープある。テープね、すごい。なくなってきました。道はドロドロで滑りやすいです。はい、前で転倒です。おおほほ。いやいやいや、アウトやで今のは。めっちゃアウトやし、めっちゃ取ったし。飛んどったで。だいぶ疲れてるからゆっくり行きや。時刻は12時39分になっております。はい、距離は 10.14 キロ、はい、5時間46分が経過しておりますが、はい、ここです。ここね、この下に道がずっと綺麗に続いてるんだけど、これ行くととんでもない方向行っちゃうんで、ここキープアウト。へえ。急な道を降りるのが正解です。ここ一つの迷いポイント。こっちから降りてきました。はい。まあ目立つんでね、これ。キープアウト。キープアウト。ポートレス。ターンレフト。ターンレフト。激下りコースです。左側に、峰が2つポンポコンと見えますが、もしかしたら檜塚かなと思いますが、どうでしょう。時刻は12時57分、はい、6時間4分が経過しました。拳平ポイントやってきました、はい。いや、下山道は割とね、景色楽しみながら来れる感じだったね。あと駐車場まで 2. 何キロかな。 2.2 キロ、はい、標準で1時間20分、はい、1時25分です。フェンスが見えてきました。はい、この切り株の後ろを回って、ここ登山道って書いてある。登山道、これを
開くんですよ、これ。ここがね。ちょっと届いたらいいかな。そうやね、かなりしっかり。いろんなところで、ね、最後の人がね。お鹿が突進してこうへんように。これちょっと分かりにくいんですが、はいはい、切り株を過ぎて、上から降りてきました。で、切り株があります。はい、まだ奥に行きます。ここに薄い字で書いてあります。はい、登山道。厳重に締められてるそうです。よっしゃ、通った。これで、はい、開きました。よし。いいよよ。はい、一つ目の網をくぐり抜けて、網と網の間を歩きます。めっちゃ赤いテープ見えてるやろ。うん、その辺道ついてなしたに。うん、これ出ちゃうか。これなんか危ないって書いてなかった。でもね、いずれこれ沿いに越えなあかんはずやね。このネットからあんまり離れたらあかんらしいね。うん、あれ行ってみるか。なんか最後のなんか痛いな。まあ、でも道だって言ってるからな。そうやね、離れたら離れるわ。いや、離れるというか破れてそうな隙間をくぐってきます。道がついてますけど、ネットはここ。正解らしいです。トレイルが出てきました。これに沿って降りていきます。えらい長いなこれ。かなり急です。ずるやて。はい、終点ですか。あ、でもなんかもこの扉の後なんかせいって書いてる。右に曲がるんだよ、右のネットブレーキ。これを開けて向こう行った、降りたらあかんのに書いてなかった。モノレール沿いに行ったらあかんの。こっから先はモノレール沿いに行くとダメらしいです。一応確認します。はい、はい、確認しました。そのゲートは通らずに、はい、この白いネット沿いにしばらく道なりに降りていきます。はい、モノレール降りてきてこのゲートを越えてまだ先に行ってはいけません。白いネット沿いに降りていきましょう。はい、こんなとこに出てきました。ネット沿いに降りていきます。こんな写真やったな。山レコにアップされてる方の記事、写真をもう一回今見直しながら進んでます。はい、こっから 2,3 分行くと正規のルートに合流するそうです。はい、正規のルート。正規のルートはどこやったんや。ほんなら正規のルートはどこやねん。いや、それはね、その人も分からへん。これは正規のルートじゃないらしいです。ここをくぐります。はい、正規のルートに出るためにはちょっと道のないところを通っていかないといけないみたいです。これ正規の道なん。どっからどうつながってんねこの道は。
テープ貼って、あっちの方から来ました。急なつづら折れの道を下っていきます。1時57分です。バラック小屋はい、小屋を突き抜けます。石に丸もついたり、丸ついたり、石に。ゴール。時刻は14時02分。はい、すごいな。じゃあやりました、ゴール。ああ、やったね。無事生還。イエーイ。みんな無事で帰ってきました。いや、ほんま息詰まるかと思ったわ。いやー、本当。帰りはやっぱりあのネットが出てきてからが不明瞭なとこだったけど、そこ行くまでは景色も良かったし、はい、すごくいい登山道だったね。はい、いや、行きしも難コースやったけど、むっちゃくちゃ綺麗で、はい、なかなか見られへん景色でした。スリル満点。いや、無事降りてこれて何よりです。約7時間ちょっとか。7時間10分ですね。はい、はい、無事ゴールすることができました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それでは皆さん、またね。懐かしの三輪車さんへ行きました。こちらで日帰り入浴お世話になりたいと思います。はい、はい。